え皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政手続法完全制覇の28日目、入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。28条は、 え、かなり、まあ、マニアックな条文で、まあ、時間がなければ飛ばしてしまえっていう感じの条文ではあるんですけどもね、まあ、行政手続き法完全制覇と言っていますから、まあ、一旦ですね、ちゃんと確認していくことにしましょうお。行政手続き法28条を見ていくことにしますけれども、28条の条文を見てみますとですね、一番最初のところに、えー、13条1項1号8っていうのが出てくるんですよ。この13条っていうのはかなり重要な条文でしたから、思い出していただきたいなと。条文をもう一度確認していただきたいなと。 いうふうに思いますけれども今一度じゃあちょっと確認していきましょうか 13条は、これあの、不利益処分決定をする前に意見陳述の機会やりますよと、今まで弔問手続きずっと見てきましたよね。で、この弔問手続きとか、この後勉強する弁明の機会の付与手続きっていうのがあるわけなんですけれども、弔問手続きの方がより慎重な手続きなんでしたよね。より慎重な手続きですから、あー我々にとって非常にこう、ダメージが大きい、まあ、重大な処分なんかをするときには、弔問手続きをするんだ、なんていうことなんですよ。あ 簡易的な手続きで済ますっていう場合にはですね、この弁明の機会の付与というようなものが用意されているんだということでございました。13条の1項1号のところには何が書いてあるかと言いますと、そういうね、とりわけ重大な処分をするような場合というのが、良いローハーニーというふうにですね、規定をされていて、その良いローハーニーに該当するような場合には、聴聞手続きしますよっていうのが書いてあるんだということでしたね。で、イーローハーニー確認していくと、 例えば、これは、許認可を取り消しをする処分であるとか、許認可の取り消しをする処分であるとか、ナーテ人の地位とか資格をですね、剥奪するような処分であるとか、そして、はっていうところに何書いてあったかっていうと、ナーテ人が法人で、ナーテ人が会社ってことね、えー、株式会社であるとか、あるいは一般社団法人であるとか、そういう法人であって、で、処分の内容が、役員の解任を命じるとか、従業員の解任を命じる、 こういうような場合には、弔問手続きやりますよ、というのが書いてありました。で、例えばなんですけど、私もですね,ね、私、自分自身の会社もあるんですが、あの、他の会社で、で、取締役でなってたりとか、あとは一般社団法人で理事になってる会社っていうのもあるんですね。で、そういうような場合っていうのは、やっぱり役員報酬っていうのが出ているわけで、 もしその取締役を解任されたとか理事の解任を命じられたっていうと私はその年のですね、もらえるはずだったそういう報酬とかがもらえなくなるわけですよね。要するに自分の仕事を奪われているような感じになるわけです。こういう重大な処分をする場合、ね、えー、弔問手続きするんだっていうことなんだけれども、えー、今の私の話を聞いて、 直接的に今回の処分でダメージを受けるのは誰でした例えば、私がね、取締役で入っている会社で、で、その会社宛に、ナーテ人となっているのは法人だから、会社宛に不利益処分下るんですね。で、不利益処分の内容は何かというと、取締役とか監査役といった役員を解任しろという、そういう命令だった。そうすると、直接的にダメージを受けるのは、我々ですよね。 その役員で入ってる人ですよね。ということになるわけです。ただ、形式上は、処分決定通知には、えー、誰、誰に対しての処分って書いてあるかっていうと、株式会社何々とか、一般社団法人何々なんですよ。私に対してじゃないじゃないですか。その処分って。 要するに、処分の名当て人と実際に影響を受ける人というのが、まあ、ちょっと異なってくるっていうイメージを持っておいていただければ、28条の条文というのがすんなり読めるかなというふうに思います。 28条の1項に書いてあること。これはもう意味が分かればいいので、え、もう、ざっくり説明しますよ。28条の1項に書いてあることは何かというと、今私申し上げたように、処分のな当て人は法人になっているんだけれども、え、役員の解任とかっていうのが内容、処分内容だから、弔問手続きには、その役員が出ないと意味がない。そうですよね。反論防御したいの誰って言ったら役員じゃないですか。 あですから、あ,あくまで、えー、処分通知、えーまあ、処分の決定をした時の処分のなあて人はですね、えー、法人になっているし、で、弔問の通知なんかも、その処分のなあて人に対してするんだけれども、ただし、こういう、今回のケースみたいな場合というのは、 当事者に役員とか解任されることとなる従業員が入ってなければ意味がないので、ですから弔問の通知があったこととみなすんですよ。 というふうに書いてあります。これはどういう意味かというと、その役員とか、あるいはその従業員の方たちというのは、あくまで処分のなーて人ではないんだけれども、聴聞手続きの当事者として参加ができるんですよ。ということが書いてあるんです。 よろしいでしょうかもう本当にね、これは意味が分かればそれで十分ということになります。で、28条の第2項になりますけれども、28条の2項はさらにマニアックですね。っていうのも、うん、現行法上実例が本当に乏しいんですね。実例があんまりないんですよ。ですから、私もどうしようかななんていうふうに思っていたんですけれども、一応ですね、えー、実例ありました、えー。どんな実例かということでございますけれども、 道路運送車両法の76条の20っていう条文ですね。え道路運送車両法76条の20と、お、いうことでございますけれども、うんこの二項三項というところに出てきます。あの、まあ、条文確認したい方はですね、まあ、今はもうインターネットでね、簡単に出てきますから、それ見ると早いかもしれませんけれども、まあ、口頭で申し上げますから、それ聞いて,いていただいても、全然結構ですよ。76条の20というところの二項三項というところを見ていただくと、 何が書いてあるかというと、ですね、えー、2校のところでは、国土交通大臣が、えー、軽,自動車の軽自動車の検査協会という協会に対してですね、えー、処分を下すとで、処分内容は何かというと、役員の解任命令なんですね。役員の解任をを、命ずる処分を 国土交通大臣が協会に対して、軽自動車検査協会という協会に対してすることができるんだというふうにですね、えー、一定の違反事項があった場合にそういう処分を下すことがあるんだというふうに書いてあるのが76条の20の2項というところに書いてあるんです。そして第3項には何が書いてあるかというと、今一旦国土交通大臣が協会に対して役員解任しろって言ったわけじゃないですか。役員解任しろと。 ね。で、役員解任しろという、この処分をするにあたって、聴聞手続きもちろんするんですよ。聴聞手続きもちろんして、で、先ほど言ったように、役員の方っていうのもこの聴聞手続きに参加ができるんです。で聴聞手続きやりましたと。で、処分が一回下りますよ。一、えー、回下るわけですね。処分が下りました。はい、役員解任してくださいって言われたんだけど、この協会が役員を解任しないんですね。 要するに国土交通大臣の命令に全然従わないわけですよ。で、この国土交通大臣の命令に従わない場合どうするのっていうのが第三項。 この道路運送車両法の話ね。道路運送車両法のこの76条の23項のところには何書いてあるかっていうと、もしそれでも教会が言うこと聞かなかったら、もうその場合は国土交通大臣がその役員を直接ですね、解任させるからね。と国土交通大臣が役員の解任命令というのをもう直接出すからね。とおこういうふうに書いてあるのが、ああ、第3項ということになります。 あんまりですね、こういう規定というのは現行法上ないわけなんですね。で、こ,このような場合ね、あのー、もう、 協会が言うこと聞かなかったから、だから国土交通大臣が、じゃあ改めて直接もう役員解任させっからねって言ってる時に、もう一回弔問手続き踏まなければいけない。で、これはこれでまた別の処分になるから、もう一回弔問手続きしないといけないって言ったら、それはちょっと反論防御の機会与えすぎですよね。 ね、先ほど言いましたよね。なーてに法人に対して、協会に対して、第二項のところで、その処分を下すと、この道路交通、道路運送車両法のね。 76条の20の第2項ね。紛らしいからちょっともう一回言い直しまし、言い直しましたけど、この第2項のところで処分をするときに、一回聴聞手続きやってるじゃないですか。聴聞手続きやって、それでも協会が言うこと聞かないから第3項で、じゃあ処分しますよって言ったときに、もう一回聴聞手続きしなきゃいけないっていうのはおかしいから、だから、今回の場合は聴聞手続きはもうしないんですよ。 というのが行政手続法の28条の第2項ということになります。はい。ということで、まあ、あの、一旦イメージだけつけていただければそれで十分かなというふうに思いますから、まあ、28条のところはですね、以上ということにさせていただきたいと思います。お疲れ様でした。